小野田博尚尉が終戦、まだ戦争が終わってないと思って29年フィリピンのルバウ島でサバイバルで生き残って、その後日本に帰られた小野田博尚尉ですけれども、まだ戦前の時に靖国神社で終戦の時の玉音放送を聞く機会はあっても、開戦の詔勅を聞く機会がないのが戦後の日本人とても残念だっておっしゃっていて、それではただいまより改めて慰霊顕彰の集いを始めたいと思います。まずはじめは、元陸上自衛隊第一空挺団団長で元陸将の衣笠昭夫様にご登壇をいただきたいと存じます。衣笠様には田中健一元陸軍少佐を偲んでというテーマでご講話をいただきます。ご存じない方もいらっしゃるかと思いますが、田中健一元陸軍少佐について簡単にご説明申し上げます。田中元少佐は今年7月2日に101歳で大往生されました。陸軍士官学校52期生で、戦前は主に陸軍の騎兵隊に所属されていました。戦後陸上自衛隊に入隊され、いわゆる落下傘部隊である第一空挺団の創設に尽力され、第一空挺団を自衛隊屈指の精鋭部隊に育て上げられたお一人でもあります。陸将補の要職を経験され、空挺副団長で退職され、退職後は全日本空挺同志会の会長や特攻隊戦没者慰霊顕彰会の会報特攻の編集長を長らく務めておられました。また戦前の落下祭部隊を書籍にまとめられて、多くのご著書も出版されました。いわば落下傘部隊の生き字引のようなお方でいらっしゃいました。それでは田中元少佐とご一緒に第一空挺団で苦楽を共にされました衣笠様から、田中健一元少佐を偲んでのお話を賜りたいと思います。衣笠様、よろしくお願いいたします。皆様、盛大な拍手でお迎えくださいませ。どうも、得体の知れないのが登場しまして、びっくりされていると思いますけども、今日はですね、奥野さんから特に、落下傘部隊の話をするの、その前座として、落下傘部隊のもう戦前戦後を通じてですね、今説明あったように、大きな功績を残されました田中健一さんについて事前にちょっと話をしてくれないかということで、話をさせていただきます。まず田中健一さんをご存じない方はちょっと挙手いただきますが、ほとんどご存じないですね。はい、わかりました。じゃあそのつもりでお話しします。田中健一さんというのはどういう方かという写真をまずご覧になってください。田中さんはですね、写真嫌いかなんか知りませんけど、あんまりないんですね。ほとんどないです。それで、一番左がですね、空挺団の空挺教育隊の研究課長の時、それから真ん中が空挺団の副団長、そして、退官をされてですね、約5年ぐらい前に、これは私が撮った写真ですけども、特攻顕彰会の慰霊祭に必ず出てきてもらっているというようなことです。ここでちょっとどういう人かってよく聞かれるんですけども、写真真ん中の写真を見てください。眉毛ですね、注目は、眉毛がですね、ものすごくこの濃いんですよね。濃いんです。で、眉毛が濃い人っていうのはもう占いに凝ってる人は分かってると思いますけども、非常に情に熱いっていうか脆いっていうかですね、そういう性格なんだそうですね。後から皆さんいろいろ見てくださいこれで、したがってですね、なるほどと思われるのはあります。特に田中さんは亡くなられた戦友ですね、この方たちの
慰霊憲章にもう本当心から全力で尽くしていると、そういう戦友を大事にする思いがあります。また反面ですね、もう一つ見方があって、眉毛が太い人細い人っていうんですね。太い人なんですね。眉毛が太いですね、田中さんは。太い方はですね、男性的なんです。で、男性的で、なんていうんですかね、非常にグイグイ人を引っ張っていくというところがある反面ですね、頑固なんですね。全く当たってますね、これを見るとですね。まあそういうことで、落下傘部隊将兵のですね、戦没者の慰霊憲章にもう全身全霊を尽くして一生を終えられたと言っても過言ではないと思います。そういう一言で言えばそういう方です。はい。で、これは3年2年ほど前に奥本さんと一緒にですね、私が田中さんの対の住処になっていた前津田沼のですね、老人ホームをお訪ねした時の写真です。で、ここでもですね、笑ってないですよね。どれ見ても笑ってないんですよ。歯を見せるっていうのは、不謹慎なのかどうか知りませんね。その左の人、右の人はなんか歯を出して笑ってますから、ね、まあそういうような本当に軍人らしいっていうことですね。はい。それで経歴を今から若干、説明させていただきますけども、田中さんはですね、陸軍士官学校の52期生で、卒業の時に騎兵かということですね。騎兵だったわけです。で、このことがですね、田中さんの将来のですね、もう決まったと言っても過言ではないわけです。それは今から説明しますけども、騎兵っていうのはですね、前はコサックとの戦いとかですね、そういう馬、乗馬戦ですよ、騎馬戦、こういうものが非常に盛んだったわけですよね。ところがこの時代になってですね、この時にはもう騎兵はもう下火になっちゃって、出番がなくなっちゃったわけですよね、出番が。で、この時の時期、これはずっと旧軍の田辺さんが入られた昭和14年から19年までの間についてはですね、軍の主兵はですね、航空と歩兵なんですね。これでこれが勝てるかどうかというのは、それは別問題として、数勢としてはそうになったわけです。それは、田中さんは騎兵だったから出番がなかったわけです。ところが米軍なんかはもっと進んでて、米軍はアメリカっていうのは車の発達してたんで、すぐ戦車に転用が効いたわけですよ。日本はそういう状態になかったから、あまりその戦車についてのね、実績もないし、そういうものもなかったということでですね、田中さんはこういう、この終戦になるまでの間ですね、挺身団というところに所属をしたわけです。挺身団というのは一番最初に書いてありますけども、昭和15年のにですね、陸軍飛行学校練習部っていうのができました。これは落下傘部隊を作るということなんですね。それでいろいろな変遷を経て、どんどん部隊ができてですね、大きくなって、最後は第一挺身団というところまで進んだわけです。しかしその中で騎兵はですね、一回もなかった。で、最後の終戦の直前にですね、大きなグライダーと、そのグライダーに乗せる戦車、戦車といっても軽戦車ですけども、そういうものが開発をされて、一応運べるような状態になったわけです。しかしそれは制空権下でですね、そんなことができるはずがないわけなんですね。こういうグライダーとかなんかで滑空するっていうことはものすごく脆弱ですよね。周りに戦闘機は護衛すること必要ですけども、制空権は全部米軍にもう取られてしまっているということでですね、最後まで実戦に出ることはできなかった。しかし田中さんはその挺身団司令部のです、幕僚としてですね、それも全く人が経験できないような経験をされてですね、おります。これはどういうことかというと、逐次ですね、落下傘部隊はバレンバンから始まって
最後の儀列の特攻突入までですね、逐次出てるわけです。それを全部田中さんは見送ってるんですね。見送ってよし俺もいつかいつかと思いながら一回も出られなかったというところなんです。そういう心の中によし俺は戦争終わった段階で、みんなのそういう戦友の慰霊検証をやろうという心がですね芽生えたんじゃないかというふうに思います。で、最後にですね、終戦直前、なんですけども19年の暮れになってから第一挺進団の戦車、部隊っていうのができました。そこで田中さんは隊長になったんですよ。初めての部隊ですけども戦車部隊長になったと。しかし活躍の場はですね、残念ながらなかったわけで、で、どうされたかというと最後の対着上陸戦闘っていうかですね、そういうのに、宮崎の方に、陣地を作って迎え撃つということに、まあ、一生ずっとやっていて途中で終戦になったということであります。したがって、実戦のそういう、まあ、貢献度というかそれはないんですけども、田中さんは部隊がですね次々に出発すると、そういうのを全部克明に記録しておられるんですね。で特に、そういうふうに出た後はですねもう特攻ですからほとんどが帰ってくるっていう見込みがないわけです。そうすると残されたものがいろんなものがある。特に自制の句とかいうのを木に彫ったりですね壁に書いたりいろいろしてたわけです。そういうの全部記録されてですね、おられました。それともう一つはいわゆる戦闘商法っていうんですかね、なかなかその今と違って、現地の状況を司令部がつかむっていうことはほとんどできない。じゃあどうするのかというとやっぱり、今はですね自衛隊なんかは米軍から資料をもらうんですね。そうするとこれはこうだったと。米軍はそういうのは無頓着っていうか非常に日本軍の記録をですね正確に書いてあるんですよ。戦闘日本も戦闘用法とか戦闘商法とかいうのがあるんですけども、これはどういうこと、歩兵について言えば戦闘商法なんていうのは用法もそうですけども、誰々上等兵はどこどこに向かって突撃して弾に当たって死んだってやつと書くのが中隊長の任務の一番の、おかしいけどもですねそういうふうに最後はなってしまうということなんです。ところが米軍はそんなことは冗談じゃない、戦いに専念しなさいと、あとは全部後ろの方で見てるからということでですね、まあそういう日米の差がありましたけども、まあ、田中さんはそういうふうに全般をですね司令部に残されたゆえに、そういう資料をもう膨大な資料をですね自分で収集したと、これが後に役に立ったということなんです。はい。で次はですね、旧軍の時間はですね大体、6年間でした。次の第2の時代の自衛隊時代が、18年自衛隊におられました。ここではですね、まあ、29年に自衛隊に入隊されましたけども、自衛隊ができた27年ですかね、6年から27年にかけて、旧軍人はレッドバージとか言って、入れてもらえなかった。まあ、それが明けて、旧軍の将校が入れるようになったのが29年頃という頃ですね。そして、その時に日本でも落下傘部隊を作るという機運がありましてですね、米軍から作ったらいいんじゃないかということで全面的にバックアップするということで米軍の指導を受けて落下傘部隊を作ることになりました。でそれを見てですね田中さんはこれはもう絶対俺は行くぞということで、まあ、行ったんですけども教育を受けたのがですね米軍から教育を受けたわけですね。で、田中さんはやっぱり頑固ですから、俺はあいつらの言うことは聞かなくても落下傘については
プロだということでいろいろ問題を起こしたらしいんですが、まあ、頑固のところはそういうところに出てるということですね。その時の自衛隊のですね、方針は、落下傘部隊の育成についてですね、装備、編成装備、それと戦い方、戦法、これは米軍に習うということを第一に挙げました。したがってもう編成装備からですね、何か米軍におんぶに抱っこを教えてもらうということでやったわけですけども、田中さんはそれが非常に気に食わなかったと。でもどうしようもなかったわけですね。で、田中さんが後から言われてますけども、じゃあ 俺たちにだけにできるの何かって言ったら、旧軍の精神、旧挺身部隊の精神だけは絶対にアメリカにならないって、も俺たちの方が勝ってる、だから精神だけは負けないでやろうぜっていうことで、指導をしておられたようです。これはいつも前から言われてましたけども、まあ笑い話でですね、ある将校から田中さんに、お前の敵はどこだと言ったら、決まってるじゃないか、アメリカだと言ったそうですよ。俺は部下とか戦友がいっぱいお前の軍隊に殺されたんだと、なんでお前たちに従うあれがあるかと言ったらしいんですけども、それはちょっとね、無理な話でありましてね。だけどまあそれぐらいですね、確固たる信念を持って異例検証を やるんだということをですね、そこで見せつけたということで、まあこれは笑い話ですけども、当時はですね、なんか問題になってやめさせろというようなこともあったらしいんですけども、まあそれはなかったということです。それで最後ですね、最後のずっと空挺団のではほとんどの職務を経験をされてですね、しかも旧軍の戦い方っていうか挺身団の考え方もいろいろあってですね、特に、精神教育っていうのが、まあ、今自衛隊にもありますけども、精神教育ですね、これについては絶対に従わなかったと、米軍ですね。ただその聞いた時に答えるなというあれが出てたのは、皆さんもご存知の通り、自衛隊というのはできるけども仮想敵国はないんだよという、なんかおかしなあれがありましたですね。仮想敵国はないんだと、どこの国でも攻めてきたところが敵だというようなことで、そんな軍隊はどこもないわけですね。仮想敵国がなければそれに対応するための編成装備、戦法から全部教育訓練からそれに集中をしなければ相手に勝てないということですよね。例えばソ連が攻めてくるのか中共が攻めてくるのかということで、機械化部隊なのか野戦軍というかですね、人民軍が歩兵主体で攻めてくるのかによって、それをですね、両方ともやるということはできないわけですよ。そうするとどちらかに主体を持っていかなきゃいけないということなんですけどね。それが国会答弁で、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけども、なんかおかしな答弁をしてですね、そういうことは想定しておりませんと。じゃあ自衛隊にしてみれば、じゃあどういう訓練をやればいいんだと、いや攻めてきたら撃退できるようにしなさいというような、何を言ってんだというようなね、もう私も入った時おかしな論法だなということでですね、政府をどういうこの政府だということでやったことがありましたけども、まあ、そういうようなことで一番最後に、田中さんが第三戦車大隊長に、晴れてですね、初めて実戦部隊の部隊を持ってですね、もう大喜びで、今津っていうところにあるんですけども、ここに赴任をしてですね、もう実戦的訓練すごいのをやったと。でちょうどこの頃ですね、高野山というところに空挺の空の日という落下傘部隊のですね、亡くなった戦没者、今は自衛隊での空挺団とかに、所属して亡くなった方も希望すれば分骨をすることができるということで、ずっと今だいたい2万名ぐらい入ってますかね、中に、多くなってますけども、その空の日をですね、高野山の一番金曜な場所にですね、
なんかもらいを受けてですね、碑を作ったんです。でその時の剣母の剣母その創立創建の時にお祭りやりますよね。そこに田中さんは戦車を持ってってあの参道を走らせたんですよね。これで大問題になった。大問題になんであんなところに戦車が来たんだってみんなびっくりしちゃったわけですよ。で新聞で叩かれて、で、田中さんは平然とですね、これが戦友に対するせめても一番の鼻向けだということを言ってですね、後から、まあ、聞いた話では、師団長以下の田中さんのところ質問に来たと、して俺は何も悪いことしてないと、お前たちの指導が悪いからだって言ったらしいですよ。なぜかというと、その自分のところの体育というのが決まってるわけですよ。それから外に出て訓練する場合には必ず師団長なりの許可がいるわけです。でその許可をですね、持ってこさせて、この通りこれを見なさいと。で師団長に、あんたこれ見てんのかと言って、師団長って後輩だからもうお前見てんのかと言われたそうですよ。そしたらその今津っていうのは滋賀ですよね。で、あそこから要するに三師団の管内、からだったらいいんですけども、外に出る場合にはちゃんと許可がいるってなってるんです。でそのところに何て書いてあるっていうと、田中さんはですね、和歌山県下一帯にで行動するって書いてあったんですらしいですよ、一筆で。これが見えぬ方、師団長だって見てるはずだろうと、全然関係の問題ないんだよと言ってですね、もう師団長はもう答えなく帰ったということもありました。まあそういうふうに田中さん、まあ頑固なところがあって、それはまあ軍人としていいんでしょうけども、まあ今は柔軟性とか言って、調子いい時は前に行くけど、具合が悪くなると後ろに下がるっていうような人間が多くなってきてますんで、そういうのはですね、軍人に向かないんですね。やっぱりこれって言った時にはね、もう何も、ね、全部排除して国のためとか法律とかそんなの関係ないの、前行くんだっていう、こういうふうになるのがあれですけども、なかなか今若い人はすぐ反論するから難しいですね。はい、それでは動詞から終わって、次は舞台の方がありまして、で退官をされてですね、全日本空挺同志会の方に専念するということになったわけです。そしてまあ時間ができたということで、ここでですね、先ほどお話ししたいろんな資料を集めたやつは膨大な資料を持っておられたんですけども、それを整理してですね、逐次それを本にして発表したと。で田中さんの偉いところは、俺はこれで金儲けなんかする気は一切ないということで、儲かったら印税とかなんかは全部寄付したりですね、交通費で使ったりして、そういう素晴らしいところがあったということです。で、本のちょっと最初に、次の田中さんの著書についてはですね、ここにありますとおり、純白の花を置いてから全部の高千穂を置いて、全部あるんですよね。なんでこんなにあるのかというと、そのもちろん戦死草書っていうのがありますけども、ああいうのから引いたやつとですね、田中さん自身が収集した、さっきからお話ししてる資料、これに基づいていろいろ書いてるわけです。だから非常になんか心迫感っていうかですね、緊迫感っていうか、そういうのがよく読み取れて面白いということです。でまあ、こういうことを出版をすることによってですね、田中さんがずっと思ってた戦友に対する慰霊顕彰ということができるんだなということです。私は財団法人のですね、特攻隊戦没者慰霊顕彰会っていうところにちょっとおりますけども、特攻隊全部そうなんですけども、慰霊顕彰っていうの分かりますか。慰霊顕彰っていうのはですね、慰霊顕彰っていうのは一言で言うと、まあ、混乱するんですね。慰霊と顕彰を話さないかんと、まあ、私は前から言ってます。慰霊というのは亡くなった方が心安らかにですね、ずっと静かにお眠りくださいと、そういう人を対象にお祈りするということですよね。それを一生懸命お祈りすれば神に続いて
彼らはメイドに行けるということなんですけど、これ検証というのは何かというと、検証というのは彼らのやってきた功績、これを世の中の人に伝えて、そして我々の子孫なりに伝えてですね、こういうようなことを先輩たちはやったんだと、これをよくね理解しなさいと、理解をしてさらに自分たちもあなたたちもその子供なりその部下なりその、そういういいことを伝えていくと、伝承すると、これが検証なんですよね。だから異例検証というのは全く2つ分かれていると、まあ、私は思います。そういうことで、まあ、田中さんはもうこの異例についても、まあ、本当に儀列の碑を沖縄に作ったりですね、高野山の碑も田中さんが関与してですねやられました。この時もう膨大なお金をやっぱり寄付しているのはこの印税があったからというふうに聞いてます。それから検証の方はこういう本を出すことによって、これが正しいかどうかっていうのは、まあ、中には私もおかしいというところもありますけども、だけど全般から言ったらもう間違いないということですね。で、こういうような本をですね読むときに気をつけないかんのは、いわゆる戦後直後にニョキニョキといっぱい出ました軍事関係のもの、それのですね、私の読んだ範囲ではですね、無作為にして読んだ範囲のほとんどが 反軍思想から始まっている、日本がこういうことをやっちゃいけないということですね。これはその部下 の兵隊にとってみれば、そういうこともあるんだろうけども、そういうことを命ぜられて国のためって言われたんだったら、そのために命を落としてもしょうがないんだというようなことだと思うんですけどね。それをそういうことは書かないで、要するに国が悪いとかね、そういうことばっかりで書かれているということがですね、非常に読むとですね、よく出てきますね。まあちょっとそれは余計ですけども、まあそういうことで、今年は今年の7月の2日にですね亡くなられました。で、息子さんが私と同窓生の人がいますけども、彼は、父親と話をしてですね、父親がお前の好きな道を行けということだったんで、こういう親父のことについては何にも知らなかったということだったんですけども、今説得をしてですね、まあしばらくしたらこういう場所に出てきていただけるんじゃないかというふうに思っています。まあそういうことで、落下傘部隊とかですね、挺身部隊っていうのはもう全滅なんですね。全滅か成功か、パレンバンだけです、大成功だったの。これはもう奥本さんの父上がああいうの大活躍をされたから成功したんでしょうけども、その根底には制空権の話だとか、まあ、空挺部隊が落下傘で飛行機で行く時間がですね十分安全に行けたというのが、まあ、前提になっているわけですが、そういうことで、そういう全滅のですね、危機にあった、もう何も知らずにですね、南海の孤島でですね、もうまだ回収もされずにおられる方もおられると思いますね。そういうことの方のためにもですね、やっぱりそういう我々が今こういうやってるような講演を聞き、自分で研究をして、検証と異例だけじゃなくて検証に努めていただければというふうに思います。ちょっと長話になってしまいましたけども、以上で、私の簡単でございますけども終わりしたいと思います。どうもありがとうございました。桐子様ありがとうございました。田中元少佐の人柄やご功績について大変詳しくお話しいただきありがとうございました。有事が起きれば井の一番に第一空挺団に出動の機会が巡ってくるかと思います。そんな頼もしい部隊を組織していただいた田中健一元少佐のご功績を称えるとともに、皆さんとともにご冥福をお祈りしていきたいと存じます。また木村さんは心温まるお話本当にありがとうございました。続きまして本日のメインテーマに移りたいと存じます。
まず初めは冷泉島の中山部隊についてというテーマで東海の会長の岡本浩大よりご説明を教えたいと思います。岡本会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。いい天気の時に大上空に行かれずに靖国神社に来ていただいたということで非常に、ありがたく思っています。有意義な時間にしたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。今木村元団長からのお話があった通り、日本は決して間違った戦争はしてないということをですね、やはり我々の時代で伝えていかないといけないというふうに強く思っています。私も、3年ほど前からこういった活動にどっぷり使っておりますが、そういった父親が残したことによって自分が目覚めた、また伝えていかないという思いで今活動しております。そういったことで、今日は冷泉島とペリリュー島のお話をさせていただきたいと思います。去年一昨年と両方の島に私も行っていきましてですね、その悲惨さも味わいましたが、そこで日本軍の兵士がですね、それこそすごい戦いがあって日本を守っていただいたということを絶対に忘れてはならないというふうに思っています。そういったお話をさせていただきたいというふうに思います。時代が変わるとですね、戦勝国が敗戦国に対していろんな文句をつけていくということですが、落下傘部隊においてもですね、そういったことがありました。こちらに2人の写真を掲げさせていただいてますが、陸軍落下傘部隊のパレンバムを指揮した大村武雄陸軍少佐、それと日本で初めての落下傘作戦を展開した海軍の堀内豊明大佐ですね。このお二方とも非常にいろいろな書物を通じて知るんですが、素晴らしい方なんですが、残念ながら、東京裁判によってですね、法無視されたという悲しい出来事がありました。パレンバンというかね、今申しました陸軍の方は4回の作戦に出撃しておりますが、1回はパレンバンで大勝利を挙げました。これによって日本が1年ぐらいで降伏せざるを得ないような石油の量だったんですが、これによってですね、3年8ヶ月も戦えたと、そういった膨大な石油をここで、手に入れたと。だけど先ほど木下団長からおっしゃったように、制空権制海権を奪われては落下傘部隊が出撃できるような状態でなくなったと。国内でひたすら訓練をしていたんですが、そういった出撃の機会に恵まれず、最終的には昭和19年に、特攻隊のような形で冷泉島沖縄に出撃していったというのが歴史でございます。その中でですね、高村武雄陸軍少佐という方を検証するためにですね、こういった資料をまとめましたが、私の父の手記にも残っておったんですが、禁止勲章をもらう方は高村連隊長だということが書かれてありました。というのはどういうことかというと、統率力、決断力、そういったものが並に大抵ではなかったというのは、別の時でよく話していますが、パレンバンに行く落下傘部隊は本当はこの部隊じゃなかったんです。本来行くべき第一連隊が行く予定があったのですが、その船がですね、ベトナムの方の、ところで海南島というところで沈没して、全て人員機材も海を漂われた。それでこの作戦を中止にしようといったことも考えられたのですが、やはりパレンバンを抑えないと日本は戦えなくなるという、陸軍の上層部の判断でですね、ぜひ行かせようという話になりましてですね、それを引き受けられたのがですね、高村連隊長なんですね。
また練習生を捕まえてですね、宮田北という連隊を仕上げてさあ行くぞということで、もう本当に沈没してから2週間ぐらい後にですね、パレンバに向けて出ていった。その決断力と統率力というのは並大抵ではなかった。普通では打ち消えちゃうと思うんですけど、その日本の危機を救うために、決断されて連隊長として率いていかれたということでございます。残念ながらですね、オーストラリア軍の方からですね、これを虐待ということを、かぶせられてですね、残念ながらインドネシア、モロタイ島で、銃殺刑に遭われたということでございます。時勢として、君が食べする命は惜しからき、モロタイ島の銃と消えると、すごい涙が、この歌を歌うたびに涙が出てくるんですが、日本のために戦った軍人がですね、虫けらのように殺されていったということをですね、検証しないといけないんじゃないかなというふうに思います。ちょっと余談になりますが、今日皆さんの方にお配りしていますこのチラシですね、12月23日は、上皇陛下の誕生日だったんで遠慮してたんですが、今年から12月23日はオペラリー行事ができるということで、東京裁判を継承するという形の、集いをやります。とりあえず、一発目としてですね、これもあまり世に出た時はヒットしたんですが、それ以降、上映されることがほとんどなくなっているんで、津川雅人さんの、主演のプライドという映画を上映会をやらせていただきたいというふうに思いますので、ぜひ振るってご参加いただきたいというふうに思います。この映画を作った人は余談ですが、出光興産の先輩の人でですね、東日本ハウスを創設された人がですね、ポッと10億円以上出してこの映画を作っていただいた。だからですね、あまりそれがそんな映画なのに日の目を見ることが少なくなっているので、リバイバルという形で映画界を運用させていただきたいというふうに思います。それとですね、もう一つの方ですね、これを飛ばして、これ海軍の落下傘部隊がですね、メナドで、昭和17年1月11日に、これの成功を収めているという方ですが、この堀内大佐という方が、何ヶ月間か制圧した後ですね、軍政を引くためにそこに残られていた。で、いろいろなインド、オランダが牛耳っていったというか占領下に置いていた時は大変な住民をですね、虐待していたといったことがありまして、統一大佐はですね、いろんな面で、政治を改革するということを実施されています。そういったことで非常にですね、地域のインドネシアの住民から慕われた立派な方なんですが、この方も残念ながら、これ虐待とかいうことでですね、あらぬ罪をかぶせられて、訪日されたということでございます。で、堀内大佐は何で有名かというと、海軍大佐、を創設された方です。デンマーク大佐というのがあるらしいんですが、それをヒントに海軍大佐、ちょっとアクロバットみたいな変わった姿勢でですね、キープするような体操なんですが、これを今でもやっておられる方がおられましてですね、この前お会いしたんですが、埼玉県の五穀神社で慰霊祭があった時に、関根さんという方が、最後のですね、海兵祭の最後の帰省の人だったんですが、今でもやってると。で、88歳ぐらいになられるんですが、かくしゃくとした方でおられまして、やっぱり海軍体操がいいのかなというふうに思いますが、余談ですが、そういった創設者でございました。自世の句としてですね、神ぞ知る罪なき罪に発るとも生き残るらん大和魂という立派な自世の歌を残しておられます。この方も素晴らしい方で、港で銃殺刑に遭うときは、功績というか住民から慕われてたということで、議場ではついた死刑が執行されたというと伝えられています。その中でですね、マスクはいらんと言って、処刑台に立たれたという逸話も残っています。
まあ、こういった立派な方でありましてですね、まあ、昭和40年遺骨が帰ってきてなかったんですが、スカルノ大統領の、まあ、ご尽力によってですね、今は熊本の、こういったところにボリス大佐の墓に納められているという状況にありますということでございます。まあ、そういったことでですね、日本は絶対に間違った戦争をしてない、それをですね、後世に伝えないと日本はますます自虐視観に陥ってしまうし、どん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 ですね、よからぬ国に侵略されるんじゃないかなというふうに思います。大東亜戦争が間違っていなかったということをですね、もう一度ちょっと検証するためにね、今日はゲストを一人お招きしておりますので、水沢、美香さんでございますが、彼女はですね、なんと聖戦の装飾をそらんじて、やられるということでですね、まあ、ここ何回か私の会でやってもらってるんですが、今日もですね、ぜひやってもらいたいと思っておりますので、皆さんお聞きください。これを聞くとですね、絶対日本は正しかったということが理解できると思いますので、よろしくお願いします。水沢美香です。今日ちょっと一言先生からも、なぜ私が海戦の消極を暗唱しようと思ったかを話してほしいって言われたので、そのことを先に話させていただきます。小野田博少尉が終戦、まだ戦争が終われてないと思って29年フィリピンのルバング島でサバイバルで生き残って、その後日本に帰られた小野田博少尉ですけれども、まだ生前の時に靖国神社で終戦の時の漁港放送を聞く機会はあっても、海戦の消息を聞く機会がないのが戦後の日本人とても残念だっておっしゃっていて、そしてその年は、まあ、総理大臣が小泉総理だったんですけれども、その英霊の皆様のことを心ならずも戦地に行った方々というふうに言っていて、公の挨拶で言っていて、彼らは心ならずも戦地に行ったんではなくて、我々が行かなければ誰がこの日本を守るんだ、祖国を守るんだという気持ちで、もう決然と心を決めていった、そのことをどうして残った我々は感謝する気持ちを持てないのか、素直に感謝できないのか、そういうことをおっしゃっていて、海戦の消息をしっかり読んでほしいって言われていましたので、私もしっかり勉強したいと思いました。そしてもう一つの理由が、今年の春に台湾に行った時に、台南の保安堂で呉慶長さんという台湾人の方にお会いして、その方といろいろお話をしていたら、なんとその方が私の目の前で海戦の消息を暗唱してくださったんです。日本人以上に日本精神を持った方、本当に我々は日本と共に戦って、天皇陛下のこと、今でもこの海の中に沈んでいるみんな、天皇陛下のもと靖国神社に帰りたいと思っている人がいっぱいいるんだから、もう泣きべそ書くとかじゃなくて、もう本当に感謝する気持ちで、我々は堂々とこのことを広めていかないといけないというふうに言われて、私も気持ちを正しました。そんな思いで海戦の消息を学び、そして暗唱いたしました。今日も心を込めて英霊の皆様に届くように暗唱しますので、どうかお聞きください。少々天佑を保有し万世一系の功訴を踏める大日本帝国天皇は、明けにかに忠誠優部なる汝優秀に示す、陳ここに米国および英国に対して戦いを宣す、陳が陸海将兵は全力を振るって攻戦に従事し、陳が百両有志は冷静職務を奉公し、陳が収書はおのおのその本分を尽くし、屋長一心、国家の総力を挙げて、聖戦の目的を達成するに、遺産なからんことを期せよ。そもそも、東亜の安定を確保し、もって世界の平和に寄与するは、不健なる功祖功、不祥なる功功の削除せる英雄にして、陳が献献おかざるところ。しかして、列国との抗議を厚くし、万邦共栄の楽しみを共にするは、これまた帝国が常に国交の容疑となすところなり、今や不幸にして米英両国と禁断を開くに至る、誠にやむを得ざるものあり。
あり、真が志ならんや。中華民国政府、先に帝国の真意を介せず、乱れにことを構えて、東亜の平和を降乱し、ついに帝国をして官家を取るに至らしめ、ここに4年猶予を経たり、幸いに国民政府更新するあり、帝国はこれと前輪の吉見を結び、相提携するに至れるも、重慶に残存する政権は、米英の品位を頼みて、慶帝なお未だ下記に愛しせねぐを改めず。米英両国は残存政権を支援して、東亜の花壇を助長し、平和の美名に隠れて東洋制覇の希望をたくま修繕とす。あまつさえ、予告をいざない、帝国の周辺において武器を増強して我に挑戦し、さらに帝国の平和的通称にあらゆる妨害を与え、ついに経済断交をあえてし、帝国の生存に重大なる脅威を加え、秦は政府をして事態を平和のうちに回復せしめんとし、隠忍久しきに渡りたるも、彼は豪語向上の精神なく、いたずらに自局の解決を宣言せしめて、この間かえってますます経済上軍事上の脅威を増大し、もって我を屈辱せしめんとす。核のごとくにして推移せんか、東亜安定に関する帝国積年の努力はことごとく水泡に帰し、帝国の存立またまさに期待に瀕せり、ことすでにここに至る。帝国は今や決然たって自存自衛のため、帝国は今や自存自衛のため決然たって一切の障害を破砕するのほかなきなり、高祖高僧の神霊神にあり、秦は汝優秀の忠誠優武に真意し、祖宗の偉業を開講し、速やかに加工を参助して、党は永遠の平和を確立し、もって帝国の光栄を保全せんことを期す。余命4時、昭和16年12月8日。どうもありがとうございます。本当にね、昭和天皇のですね、開戦の詔勅に皆さんに読んでもらいたいというふうに思っています。で、先日ですね、先月というか今月11月の9日に沖縄で義烈空挺隊の講演会を させていただきました。まあ、沖縄の護国神社でやってきたんですけど、その時にも、沖縄の人に、まあ、この詔勅をお配りして、また水田さんにこういった形で愛称していただきました。一歩ずつですね、沖縄も変わってもらいたいというふうに思ってますので、こういった活動をしていますことをですね、ご理解いただければというふうに思ってます。それとですね、ちょっとコマーシャルなんですけど、今日お配りしたこの小冊子あるんですが、大東亜戦争は戦前だったという大それたタイトルの、まあ、小論文をですね、アパホテルの検証論文に出したところですね、なんと入選いたしまして、まあ、お祝いという形で、こういう冊子にまとめて皆さんにお配りいたしましたので、皆さんに読んでいただきたいと思います。でついでに落下傘部隊のやつも、これはどこかのところにまた載ったやつを作っております。まあ、こういったことでですね、いろんな歴史を多くの人に知ってもらいたいということで、まあ、田中健一さんじゃないんですけど、印税を出しまくっていろんな活動をしておりますので、皆さんご理解いただければというふうに思います。それではですね、元に戻りたいと思いますが、まあ、天津船という形でですね、ここの垂れ幕でも作っておるんですが、第一空挺団に行きますとですね、2階の資料館にはですね、空挺館という資料館にですね、天津船という言葉が出かけると思っています。まあ、田中健一さんがですね、そういった精神をですね、旧軍の精神を自衛隊の人たちに伝えるべく、こういった活動をされてたということです。まあ、現状もですね、一番の精鋭部隊は習志野の自衛隊のですね、精鋭部隊は習志野の第一空挺団というふうに言われている、まあ、ゆえんではないかなというふうに思います。まあ、エピソードですけどね、心の人は気が荒くてですね、第一空挺団の人はもう肝試しとか何でもやって、また3階から4階ぐらいから飛び降り練習をするんですよね。
もう普通では考えないですよ。でうちの父親も、陸軍時代にですね、まあ、2階の屋根からは飛び降りて訓練して何をつけずに受け身の練習は2階ぐらいでから降りてたんですけど、固定感の人はもうそれはやっぱりって3階4階でもやられるということで驚いてるんですけど、それほどやっぱり身を挺して、ことに当たるという精神が脈々と引き継がれてるんじゃないかなというふうに思います。そういった精神が今残っているということで、これは重複しますので省略します。それとですね、これから霊帝島の話に入りたいと思いますが、霊帝島にはね、カオル空挺部隊と高千穂降下部隊という部隊が参戦したというか出撃しております。まあ、いずれもですね、もう負け戦というかね、もう、どうしようもなくなっていた制空権制海権を奪われてどうしようもなくなってきた時に、単独部隊で普通はですね、落下傘部隊は降下して陸上部隊が、まあ、ついていってですね、まあ、双方奇襲をかけてそのひるんだ隙に、まあ、陸上部隊が応援するというような作戦が立てられるんですが、最後の方は単独で、まあ、敵を破壊しに行くというような部隊でありました。まあ、カオル空挺部隊と高千穂空挺部隊が、アメリカ軍の飛行場に損害を与えて日本に、まあ、空襲が来ないように一日でも長く食い止めるという作戦に、出撃されたということでございます。でその一つずつをちょっと、これは霊帝島のですね、地図ですね。こんな小さな島なんですが、ここで8万人の方が玉砕された島でございます。でほとんど北の方で戦闘があって、こっちにある今タクロワン湾には霊帝島の飛行場がありますが、ドラク、ブランネ、こういったところにバレンシアという飛行場があって、まあ、そちらに、まあ、突撃特攻隊として、まあ、飛行機に乗って、まあ、一部は落下傘降下したようなんですが、胴体着陸してこの飛行場を、まあ、壊滅するという作戦が考えられたということでございます。でカオル空挺部隊はちょっと、風変わりな部隊でございましてですね、まあ、ほとんどがですね台湾の高砂部族で構成されている部隊でございました。なぜ高砂族がそういったところに義勇兵を、まあ、採用したのかというと、まあ、ジャングル戦に強いんですね。それと夜間でも目が利くというような特殊能力を持った人が多くて、それとまた部族間闘争も非常に多かったようで、そういった戦闘に長けている部隊、まあ、そこでそういった部隊を指揮して日本兵がと一緒にですね、霊帝島、まあ、メインはブラウンエンというところに、まあ、降下するということで、まあ、4機の飛行機に乗って、出撃していったということでございます。で夜間にですね、まあ、突撃しておられるんですけど、なかなか難しい作戦であって、なかなかその戦果というのが分からなかったということです。まあ、行ったことは行ったんですが、どこかで撃墜されたであろうというのがもっぱらの、まあ、評価ですが、まあ、そういった勇敢な人たちがですね、まあ、高砂義勇兵を率いてですね行かれたということでございます。その部隊長、隊長がですね、中使用注意という方が夜間に、まあ、そういった戦闘に参加されましたということでございますが、検証ができてないんで、その結果がよくわからないということでございます。でこれが出撃時の様子ですね。まあ、高砂族の方が持っている刀は番頭のようなね、変わった刀で、まあ、こういった決死の思いで出撃されていったということでございます。これが出撃前の中注意です。まあ、中注意の写真ばっかり載せると、なかなか凛々しい方でですね、もう勇猛果敢な方だったんじゃないかなというふうに思います。中注意はですね、陸軍士官学校55期生なんですね。うちの父親が一期下なんですが、この前、靖国海岸でですね、こういったアルバムを見ていますとですね、こういうのが出てきました。中注意、
それとですね、技術空挺隊の副隊長の渡辺俊夫さんが同じクラスだったんですね。これも、まあ、奇遇といえば奇遇で、この2人がやっぱり最後の落下傘舞台としてレイテ島沖縄で参加されたということでございます。これが渡辺副隊長ですね。ここに奥山大尉が技術空挺隊の隊長が横におられますが、まあ、片腕として、ね、奥山隊長の片腕として頑張っておられるという方でございます。あ、これはですね、それともう一つ高知北高部隊というのがありました。これも薫空挺部隊と一緒ですが、まあ、挺進第3連隊と第4連隊が主体となって、4つの日からように、まあ、破壊工作をするということで出撃をしております。まあ、さっきと一緒ですね。こういった4つの飛行場、この辺りの3つ4つ、ここにも見たらしいということでございますが、まあ、こういったことで、危害を損害を与える作戦であります。まあ、ここではだいたい600名ぐらい参加、2つの連隊ですから600名ぐらいの人たちが出撃されたということですが、いろいろなところで、いろんな形態でやっておられるんですが、ほとんど亡くなっておられるということでございます。で、一人白井少佐というのが、いろんなその激戦の中生き延びられてですね、最後の西海岸の方までたどり着かれたということで、その方の手記なんかに残ってて、ある程度、高知北高部隊の記録は全容が分かっているというふうに言われています。これが白井隊長ですね。白井少佐連隊長、出撃の元気そうなんですけど、最後はですね、換気ポットという霊帝島の小高い山みたいなところで、飢え死にのような形で亡くなったというふうな記録がございます。当時の新聞ですが、ある程度の、誇張もあったんでしょうが、こういった記録も残されておりますということでございます。で、最後まで生き延びられたんで、その高千穂部隊の戦果がある程度、分かっているということでございます。で、600人ぐらい降りたんですけど、集結できたのが60人から80人ぐらい、その人たちがですね、闇にまみれていろんな形で、アメリカ軍に被害を与えたという記録がございます。これを見るとですね、相当な飛行機とかああいうのを、破壊してきたということで、それなりの作戦としてはね、高知王国の部隊は成功したんじゃないかなというふうに思います。今話したように、最後は、レイテ島ですから、救援物資も何も来ない、武器弾薬も来ないという形で、20年の1月にお亡くなりになったということでございますが、戦闘の一部始終はですね、報告されているということで、その高知北高部隊の、評価がされているということでございます。それとですね、悲しいことにレイテ島の慰霊の状況ということですが、去年ですね、レイテ島に行ってまいりました。レイテ島にはですね、800基ぐらいの、慰霊塔がそこら中に立ってます。で、昔は遺族の方がいっぱいおられてですね、慰霊巡拝を毎年のように来られてたんですが、最近では、そういった遺族の方も来られることなくですね、だんだん荒れ果てているといった状況でございます。ここに書いてありますので、本当にこれでいいんでしょうかと、英霊は悲しんでおられるんじゃないですかという、提案をさせていただいているんですが、本当に朽ち果てたような慰霊碑もたくさんあるということでございます。これが一部ですが、これなんかはまだ健全な方なんですが、
これはなんか台風が来て流されて、それを、一つなんか一箇所に地元の人が集めて、まあ、祀っていただいているようなお地蔵さんみたいなのがあったんですけど、まあ、こういったものがだん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 行かれる人が亡くなっているということでございます。これがリモン峠という激戦地でのですね、まあ、慰霊祭の慰霊は僕らの仲間だった慰霊祭の様子です。まあ、これはセブ島の方にも行ったんですが、セブ島で慰霊祭をしてきた時の様子です。これが歓喜ポルト、さっきの最後はみんな逃げ延びるところが目印となる、まあ、歓喜ポルトというところにみんな集まって、まあ、そこで、まあ、自刃をされた人もいらっしゃるし、まあ、それからまたセブ島に逃れた方もいらっしゃるということですが、まあ、霊帝島ではちょっと有名な場所でございます。これが、まあ、慰霊碑みたいな形で残ってるんですが、ここで26師団というか岐阜の連隊が玉砕した場所です。まあ、ここでもう相当な銃弾の跡がいっぱいあるんですが、まあ、モニュメントのような形で残されていると。まあ、そこでちょっと慰霊祭みたいなのをやってきたんですが、うちのおじさんがおそらくここで亡くなっていると、岐阜の連隊で、立石大隊、こちら中隊というところに属しておったのが、まあ、多分ここで亡くなったということなんですが、まあ、そこで行って、まあ、感謝の誠を捧げてきたということでございます。で、ブラウン園ではですね、まあ、慰霊碑がなくなっているんですね。それも高千穂高校みたいな。で、これが10年ほど前の写真なんですが、確かにあったと。この3つ並んでたブラウン園飛行場の近くにあったのが、高千穂高校みたいな供養碑があったと。で、この前行くとありません。こんな状態なんです。だから私が今その社団法人を立ち上げてやろうとしているのは、やっぱり正しい慰霊と検証のまあつなげていくということが必要じゃないかなというふうに思います。で、まあ、今これ残しているのは静岡県の13連隊ですかね。ドット13連隊の方々は、まあ、県で、まあ、慰霊検証を未だにやっておられるんで、毎年のように言っているので、こうして残っているということで、まあ、ここに今、接触してですね、一緒に慰霊祭とか慰霊碑を再建することができないかという交渉を始めているところでございます。まあ、地元のおじさん、なんかいつから、ね、もうこれを撤去しましたよというのをキャプテンも言ってますけど、行かなかったらなくなるという。現れるというかね、証明になるとは思うんですけど、こういったのが事実あったんですね。だからそれほど白井連隊長以下ですね、まあ、壮絶な戦いをされた人の供養になるものが今なくなっているというのを、なんとかもう一度考えていただきたいなというふうに思っています。で、まあ、これはいつも話している儀礼作る停滞の沖縄の日、これも粗末に扱われているんで、これも何とかしたいと。で、パレンバにも何、これは戦前のやつなんですけど、今は何もない、そこで日本軍が壮烈な戦いをして、で、日本軍がですね、まあ、3年8ヶ月も戦えた、その記念すべき、場所に何も今残ってない。日本軍がそこに来たことも知らないインドネシアの人がいたろうというような状態でありますので、ぜひともですね、パレンバンにもこういった歴史を物語るような碑文を備えたものを建立できないかなというふうに思っています。これが儀列ですね。まあ、儀列は今、まあ、別個いろいろ話してますので省略させていただきたいと思います。まあ、儀列の碑が粗末に扱われている、本来の場所からですね、誰も行かないところに追いやられているというのを何とかしたいなというふうに思います。かたや読谷、村役場、こちらでいう市役所のようなデラックスなんですね、役場がある村役場があるんですが、その中に広大な敷地があって、その中にもいろんな
火があるのにギレツ空挺隊の火を立てさせてもらえないという沖縄の独特の事情があるということ、まあ、これもやっぱり自虐しか沖縄の人の人たちにもっともっと変わってほしいなというふうに思っておるので、まあ、これもいろんな人に伝えていきたいというふうに思っています。まあ、この反戦思想が強いですね。こういった戦争は悪かったということを、日本人は悪かったと、日本軍が悪かったという日がいっぱいあります。まあ、それを一つ一つやっぱり正していくことが我々の役割かなというふうに思っています。これはちょっとね、ということです。これが本来の場所がここですよということで、そういう意味でこの前沖縄の人にちょっと芸術空挺隊を知ってほしいということで講演会をしてみましたということでございます。これは靖国神社に元生まれた資料会の課長ですかね、今波の上宮のネギをやられている方です、大山さんで、慰霊碑を守っていただいている、石根さんということでございます。でそのね、村役場の中にこんな立派な碑がいっぱいあるんですね。九条の碑とか、もういい加減にしないと。これが読谷の村役場の実態と、この中に何度でも自立空挺隊の慰霊碑とか碑文を備えたものを建てれる余地は何度でもあるのに、それが未だにできないという沖縄の事情でございます。で、周りにはこんな不戦の碑とかいっぱいあるんですね。もう情けなくなりますね。だから水沢さんにお願いしてるよとね、もっともっと開戦の装飾を沖縄の人に知ってもらいたいなというふうに思ってます。この前はね、一つのきっかけにできたかなというふうに思ってます。もう情けなくなりますね、こんなばっかりですよ。これは慰霊碑空挺隊の慰霊碑が熊本で慰霊祭が行われているやつですね。これが秋田県の渡辺、さっきから出てました渡辺大尉のご家族がですね、こういった碑を建てておられるんですね。田舎に行くとね、なんか遠慮してそういったことをしない方がおられるんですが、戦後にお父さんが息子のためにですね、家の近くにこんなでかい3メートルぐらいの慰霊碑を建てておられるんですね。まあ、そういったことをやってられないと本当英霊は浮かばれないというふうに思います。最後になりましたが、やっぱり、英霊の志をですね、後世に語り継ぐというのが我々の責務ではないかなというふうに思います。まあ、いつも言ってますけど、英霊を二度死なせてはいけない。一度目は肉体の死、二度目は記憶が、ね、国民の記憶からなくなってしまう、そういったことをしてはならないということでございます。それと慰霊というのは国民的行事にしないといけない。一部の人がその辺で固まってですね、こそこそやってるようなことじゃない。沖縄ではそういったことがいっぱいあるんですね。だから沖縄では本当に国を挙げてというかね、村を挙げての慰霊祭をですね、できるような土壌にしていくということが必要ではないかなというふうに考えています。これは先ほど、まあ、以上でございます。まあ、今日はですね、まあ、足早で時間もなかった足早でお話しさせていただきましたが、霊気島についても、ペリリュー島についてもどん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 皆さんに学んでいただきたいなというふうに思います。今日はですね、本屋さんが、天然社の方が来られて後ろで本の販売をしていただいております。今日はですね、特にですね、ペリリュー島の本をですね、たくさん持ってきていただいているので、ぜひお買い上げいただければというふうに思います。ここはですね、ここにおられる藤田さんだと一昨年ですかね、ペリルートに行ってきました。第2列島線ですかね、どん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 中国が進出してきて、情けないような状態になって、茂木さんも茂木先生も一緒ですね。情けない状態になったんですね。中国が進出してきて、そうだ、森さんも一緒だったんですけど、ああいう状態に見るにつけてですね、
ぱり、パラオという親日国をですね、我々は大切にしないといけないんじゃないかなというふうに思います。私の父も、ペリルートに4ヶ月間駐留して、地元の人たちといろんな交流をして楽しい写真がね、たくさん我が家に残っておるんですが、まあ、だから日本を大切に思ってくれて、日本を大好きな国の一つであるんですが、だん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 中国のお金がはびこってきたら、だん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 そっちにね、なびていくんじゃないかなという懸念をしております。実は中国のホテルがあったり、中国ね、そういった人が増えているというのが事実でございますので、ぜひ、皆さんもペリリュー島にぜひ行っていただいてですね、実態を見聞していただければというふうに思います。ありがとうございます。それから西田さんの歩